す。イエーイ。はい、今の曲はジェフ・ベックの You Never Know って曲でした。だいたいこのバンドはかっこいいけど何がかっこいいのって聞かれるとちょっと困るみたいな曲をいっぱいあるんですけどまあね、これもね、そんな一曲でしたね。じゃあ、まあそういうことでね、僕ら、すごい仲が良くて、さっき唐突ですがちょっと僕らすごい仲が良くて、さっきもちょっとね、コーヒーブレイクしてましたよね、一緒に。そうだね。まあ、あのね、東山公園駅の一番出口出る途中にあるコーヒー屋さんでちょっと一服してきました。とてもおすすめですよね。そうだね。おしゃれなんで。あんまり仲良くなさそうな受け答え。会話が続かないな。いや、ごめん、たっちゃん。飲みすぎた。まあ、このバンドは毎回テンション上げていこうっていうことでね、毎回大滝先輩がお酒を飲むっていうバンドなんですけど、ただ毎回飲みすぎてちょっと調子を逆に崩すっていうのがね、高齢化しておりまして、まあ、今日もね、さっき金麦何ミリリットル飲みました？500ミリ大きい缶1本っていう感じ。まあまあまあ、そういう感じで。まあ大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。仲いいのかな。仲はいい。じゃあ俺、いや、僕好きな人を集めてこのバンド組んだのに仲悪かったらちょっとなんか一方通行みたいな、悲しいじゃん。じゃあまあ、そういうことで、あ、でもそうなんですよね、ちょっとおしゃれなね、コーヒーブレイクを過ごしてきたっていうことで、次はちょっとおしゃれめな曲をね、やります。おしゃれめなので、あくまでちょっとおしゃれめなんかな、そんなめちゃおしゃれじゃないっていうところをちょっと留意して聞いてください。じゃあ、はい、OK。 ギターが喋るとそのこうなんかいじるやつあるから、本当はギター以外の人が喋るといいんだけど、ちょっとごめんなさいね。はい、じゃあやります。はい、
ていうなんか、うん、これは正直今の曲は僕もどこが聞きどころですかって聞かれると多分ちょっと答えられない多分答えられないんだけど、うん、まあ全体の雰囲気をね楽しんでもらえればっていう感じで、はいはい、まあ、次、あ、そう、はい、早いもので次がもう最後の曲となってしまいました。わあ、そうだな、あの僕、あ、そう、僕名古屋大学法学部という、あの肩書きだけ見るとすごいエリートみたいな感じなんですけど、まあ、肩書きはエリート、中身はゴミくずみたいな感じでちょっとやってるんですけど、その僕あの法律大嫌いで、あの僕3年なんですけど、あの〇〇法っていう名前の単位をあの1科目しか持ってなくて、あの中東先生の商法っていうなんかどんなゴミでも取れるやつを C で取ってそれしか持ってないんですけど、法律系のやつ、あの一応政治系の学生っていう、あのっていうフリーで頑張ってるんですけどまあそれでね、あのゼミもちょっとあの法律系嫌だなって思って、あの一番法律っぽくないやつにしようと思って、あの西洋政治思想史っていうめちゃやばい、もう文学部みたいなゼミ入ってる政治思想史だね、あの前期ずっとプラトン読んでましたまあそういう感じで、あのなんですけど、そう、次の曲がねちょっと哲学っぽい歌詞かな、ナッシング・ドゥ・ノバディっていう曲なんですけど、誰の何でもない自分、まあ、思想史的に言うとちょっと最初にプラトンとかの頃は割とあのイデアがあって、イデア、神の秩序があって自分があるみたいな、個人はなかったんだけど、その後またルネッサンスになると、あれ今度俺が世界見てるんじゃんっていう自分ができて、自分が世界見てるっていう風になって、でその後また現代になってくると、あれ俺自分も不安だなみたいな、自分も世界も不安じゃん、どうしようみたいななって今その状態なんだけど、そういう流れがあって、そのなんかナッシングというのまで、誰の何でもない自分みたいな、そういう問いに至るっていうちゃんと流れがあるっていうのを自覚してやりたいと思います。マジで？マジっす。えらいアカデミックだね今日、たっちゃん。今日ちょっと精一杯の頭いいふりを考えてきました、頑張って。あのまあね、そういうわけで、じゃあ、うん、あの噛むのはちょっと気にしない方向で、ちょっとじゃあそろそろね、やりますか。よし、準備は。次で最後の曲です。そう、次で最後の曲です。あの次はねすごい楽しい曲だよ。みんなが楽しいかは知らんけど俺らは楽しいじゃあやろうか。いいな、こっちゃん。やりましょう。イエス。スタンバイオン。I'm a father to my children.I'm a husband to my wife. Seems I mean something to somebody every day of my life. Nobody. I'm a keeper to my brother. I'm my mama's red-haired boy. But you know, people, I'd rather be nobody's pride and joy. No man's an island, so they say.I could go there for just one day. Don't it? I can't be nothing to nobody.
I wanna be free as a bird. Priceless for the winter. And by the time they miss me, I've been long gone. Some people are just a garden. You know they can pick and choose for themselves, yeah. For me, life is just a burden that I have to carry for someone else.
still at my job. I do more than I can. My boss likes to tell me I'm his right hand man, yeah. Preacher on Sunday that I am just a child of God. Lord is there. And if you can you see fit to answer my prayer? I wanna see what if he likes me. Let's sing to nobody. Let's sing to nobody. Pray as well. ありがとうございました。